はい、皆さんこんにちは、こんばんは。丸中盆栽です。はい、ちょっとねお茶を飲んで、今日はマジ暑いでね、37度予想で、今ねさっきあの温度計を見たら 40.1 度だったね。はい、これをねあの花かご、これをあのホームセンで買ってきましたよ。ね、こんな感じのやつで、ここでねパワーコメリ、ここで買ってきたよ。このねあの6センチの黒ポット、これがねあのジャストフィットして、こんな感じでねこう風が吹いても倒れないとね、そういう感じになってますよ。今まではこのねイグナイトレーにこうギュンギュンに詰めとったんだけど、これ倒れちゃうもんね、水やったりするとね。はい、そんな感じでね暑いですけど作業を進めていきますよ。アーモンドを食べながら、なんちゃってこれは化成肥料ですよ。はい、じゃあねこの化成肥料をまあ3粒から4粒ぐらいねこう乗せて、でこれをこのね花かごっていうかトレーの中にね入れていきますね。これはあのクロマスのね未生2年生ですね。まあ一応この足元でね粘り、まあ根処理をして、でその粘りを作るのに深植えしてあって、それをまあ表面に高植えにして、で今伸ばして太らしてるところでね。はい、これのね枯れ枝とまあゴミとかを取りながら、まあ肥料替えだよね、肥料をまあ乗せて、まあ真夏ですけどもこんな感じで作業をねどんどんやってきますよ。これもねあの松の実生をやると分かると思いますけど、この太るやつとね太らんやつと、もうなんかよう分からんやつとね、いろいろ個体差が出てくるもんね。これはやっぱりね実生やるとねいろんな個体差がありますんで、まあ全部一緒っていうわけにはいきませんけども、こうやって太るやつもあれば、はい、今ねタイマーがかかって水がバーって出てきたもんで、まあこんな感じのうちの棚場は自動で水が出るようになってますよ。まあちょっと汚いんでね、まあ今年はちょっと木の棚が腐ってきたもんで、これを変えたいなと思ってますけど、まあ、こんな感じで、まあ、自動でね水が出るようになってますよ。1日2回かな、で朝やるもんで、まあ、3回までは対応できるというスタイルですね。でこの下の方はこのね超ミニ盆栽系のやつね、ミニ盆栽が並んでますよ。もう置ききれんもんね。はい、こんなわけでね続きやっていきますよ。これはあのね八つ草の塗装だね、これも挿し木したやつですけど、これも曲をつけて、まあ今太らせ中、こいつもね肥料を変えていきますよ。なんせこの動画ねずっと撮ったら4時間ぐらい撮ったもんね。この4時間ぐらいを10分ぐらいにまとめるっていうね、この神業的動画編集こういう感じでやってるね。まあね、あの皆さんもね、まあやればわかるけど意外と大変なんだよこのね編集作業っていうのはね。はい、こういった感じでね、これはあの1号のポットでね3センチ1号の黒ポット、これにまあ表面を掃除して
化成肥料一粒、これを針金で留めていく作業ですね、永遠とね。まあこれはあのミニ盆栽とか調味に小さな鉢に入れるのにはね、このイチゴポットいいんですけど、やっぱり太らせるんだったらね、やっぱ2号6号じゃあな6センチのやつぐらいがいいかもしれんね。まあ3号9センチでもいいんだけど、まあちょっとね、あの土が容器入るもんで、あとあと広げると場所を取るもんでね、丸中の場合はまあこのね1号もしくは2号で管理していますね。これ倒れるもんでね、ちょっとこの中芽切りして、でちょっとね背丈を短くしてやってますよ、ね。はい、もう永遠と永遠とこの肥料のせタイムがまあ続きますけども、はい、もうちょっと飽きたんでね、今度は杉の挿し木、これも1号ポットに入ってますけど、まあ適当にねバリカン借りしてね、こうやって伸びてますけども、今日はあの8月の1日ですよ。これを適当にね刈り込んで、でまた秋にいっぺんまた刈り込んでっていうね、そういう感じで杉は作っていますよ。はい、じゃあね、こんだけまあ一応ねミニサイズのやつはできましたよ。んね、はい、今回もね最後まで見てくれて誠にありがとうございます。またね次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしく。バイバイ。